日本栃木県栃木市藤岡町下部藤岡町。下宮は栃木県栃木市の大技。郵便番号は349-1221。栃木市藤岡町の南端にある県道佐野古賀線の西側に位置する半円状の小さい地区。白地図上では県境が近いだけの何の変哲もない集落だが、実際には北側に、 谷中湖や渡良瀬遊水地があるため藤岡町や栃木市の中心部とは分断されており、群馬県板倉町や茨城県小賀市を経由しないと行くことができず、事実上栃木県の飛び地となっている。生活圏は隣接する埼玉県加須市北川辺地区の県内にある。この近辺はかつて県境となっていた渡良瀬川の整備事業が行われた際に、 当時蛇行していた川の流路を直線に作り変えたにも、かかわらず、県境は当時のまま変更されなかった経緯があり、ほぼ直線に伸びる川と堤防に対して、川が蛇行していた頃の栃木県、群馬県、埼玉県の複雑な県境が、現在も残っている。2021年1月31日現在の世帯数と人口は、以下の通りである。県道差の小河川が通過している。 県道の西側が藤岡町、下宮、道路の向こう側は藤岡町内屋である。地内に鉄道は通過していない。鉄道利用の場合は、最寄り駅は東武日光線や牛駅となる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。